どうもダリンです。よろしくお願いします。シーズン6が始まりましたので、仕様もわからないままですね、一旦ちょっとソロの方にチャレンジしようと思っております。さて、どんな武器があるんでしょうか。なんか全然違うって言ってますよね。ポンプが帰ってくれるという噂もあるんですけど、どうなんでしょう。何か落ちて、タクショーは、あれなんか見たことないって言ったのか。タクショーはあるんですね。お、これか。これなんか新しい武器ある。これ何これ、プライマルショットガン。ちょっとダメージ見ときたいですね。そんなもん。でかいな。でかいな。レククルがでかいな。ちょっと真ん中何かわからないんで、ちょっと降りてみますか。ここね。なんかこのマーカーがでかくなりました。ウィーピングッズがあったあたりですよね、この辺。違うのかな。そうですよね。なんでしょう、これ。うわ、なんか、聞かれたものがある。この上に降りたいな。一旦なんかこの上に降りたいですよね。ショットガンがあるからここに降りたい。と思ったらダメだった。ダメダメだ。NPC なんか喋ってみたな。叫べ。壊れるまで呼び鈴を鳴らす。わからん。全然わからんぞ。これ何これ。ナイフ。あ、だから。なんかわからんけど。これショットガン。これナイフ。これアサルトみたいなもんなんだ。おい、なんかインベントリーだいぶ変わってる。どういうこと。これは間違いなくショットガンだな。これがライフ。だいぶ変わって、なんか弓矢がもらえた。一応でも、まあ資材は木材となんとかっていう、その辺の概念が一緒なんですよ。誰かいるよ、下に。お、なんか、これライフか。弓矢、クロスボウ。なんか分からんけど、武器増えたもん。これ何これ。これ何すか。これ何。アイテムをクラフトする。何すか。クラフトって何すか。これ。分からんけど、とりあえず持とうか。分からんのかい。ポンプかな、あっちは。なるほど。まあでも、なんかわからんすけど楽しめましたよね。まあ初回としてはこんなもんじゃないでしょうか。46位。というわけで、初回のストロボはこんな感じです。以上です。ありがとうございました。